いらっしゃいませ。あ、こんにちは。監督。いらっしゃいませ。こんにちは。監督。一滴も飲めないくせによくこの場に。そうだよ、こういうことでもないと俺はこういう場所に来ないんだ。あ、じゃあ今日良かったですね。良かった、たまにはね。たまには、たまには一応ここまで歩いてもらえますかね。もう一回撮るね。いや、そんなことはないです。そんなこと。座ればいい。いや、まさか監督がこのバーに来るとは。っていうか、まさか俺をが誘われるとは思わなかった。そりゃ飯田丈司監督だからですよ。アクセス100ぐらいしかないです。視聴回数ですか。視聴回数。いや、バズらせましょう。いや、無理だと。危ない話バンバンしてくれたら。いや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 、ピーばっかり。もう最近気をつけてるよ、ね。あ、そうですか。そう、そうなんですか。なんかラジオとか気をつけてない。あ、気をどうなるか楽しみですね。そうなんだよ。でもほら、今もう本当やばいじゃない、世の中はね。そう、あのちょっと言葉とかね、言動とか、あのコンプライアンスなんていうのはさ、ね、一番バカバカしいことで、うん、まあそれはいいんだけど。まあこれ要するに、ええ、ああいうことってバカがコントロールされるだけなんだよ。利口、うん、なやつは陰でうまくやるんだよ。そういうことですよね。そうね、はい、まあちょっと後であのソファーの方に行ってですね、バカな話しましょうか。今のもやばい。今のも俺もうあれだよ、もう今ので敵作っちゃうから。大丈夫です、バンバンってこれもできるんで。でもや、切らないだろ。だいたい切らないですね。そんな困難の時なんですけど、ちょっと待ってください。あのカクテルを振る舞うんですよ。あ、もう分かった分かった、知ってるよ、俺見たもん。あ、ジョードの。あ、嬉しい嬉しい。カクテル、これノンアルですからね、飲めないんで。ちょっと俺今のね、本当はね、もう一回撮り直してほしい。いや、もうもうちょっと真面目なキャラで最初こう入ってくるとかね。いや、もうもはや、もはやそれでいっちゃいますよ。まずこれでまた俺が、あの俺の作品を好きだっていう人が減って、であのなんだよあいつって言って言われるようになる。何度も言われてるくせに。本当に良くない。じゃあオリジナルカクテルノンアルで作らさせていただきました。美味しそうだよこれね。その名もナイトヘッド。これ夜、夜、夜です。夜に荒廃したイメージと、ちょっとこの下のブルーがこの夜をイメージしてるんですけど、まあこじつけのような気もするけど。いやいや、だいたい全部こじつけて。味はちょっとなかなかほのかに甘くて。本当？クリーミーな。いただきます、どうぞどうぞ。アルコール入ってないですから。なんかミルク入ってるの？ミルク、そうですよ、ミルクベース。ちょっと甘いですけどね。ああ、秋野さんこれ全部飲まなかったね。相当まずいと思ったんじゃない？多分甘いのがそんなに好きじゃないと思うんですよ。あ、まあ普通かな。うん、普通だと思います。普通。よかった、まずいって言われ。下の何これ。あ、これはシロップです、シロップ。飲めちゃいますよ。お、ありがとうございます。やった、よかった、秋野さんは残したのに。ね、こう困るよね、あのまずいけどこう映されてるみたいな。じゃあまずいんじゃないですか。いや、まずくない、まずくない。よかった、だから普通だ。あ、普通、普通ですね。うまくもなく、まずくもなく。もう一番つまんないコメント。どっちかに振ってください。じゃあゆっくり後で後ほど喋りましょう、はいはい、ありがとうございます。まずいな、俺キャラがまた壊れてくな。
いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133。 じゃあ監督、今日は本当ありがとうございます。じゃあ乾杯を。ちょっとおとなしくしようかな。なんでですか、なんでですか。いや、よくぞいらっしゃっていただきましたね。乗せられるとろくなことない。じゃあ乗せますよ。ジョーとジョージですから。漫才ありますか、ジョーとジョージで。面白くないよ。あ、そうですね。俺いつも思うけど、お前のそういうの滑ってるよ。ありがとうございます。それを売りにしてるっていう感じ。いや、全然売りにしてないですよ。あ、そうなの。滑りたくはないですね。そう。なんかそっちの滑りやすい方に行く、安い方になんか行ってる感じが。いや、そこがほらジョーのいいとこだよ。どこがですか。どこがいいとこなんですか、僕の。いや、でも監督と思えばあれですよね。今井正幸さんですよ。そうだね。最初のきっかけは。うん、だってほら、俺覚えてるよ、お前がさ稽古中にさ、天皇っていうと気をつけするっていう、あのギャグをやってる時に、はい、あの天井がさって言ったらお前が間違えてこうやって気をつけてしたから、それか ら, あのネタがあのそうそうそうなんですよ。天井って言ったらみんながいいよこうやってっていうあのネタができたんですよ。あの時は滑ってなかったのにな。いや8割滑らないですよ。2割ぐらい滑ってるかもしれない。その件に関してはあの、みんなのコメントを見てみよう。そうですね、確かにね。これジョーが滑ってるか滑ってないか。そう、滑ってないか。滑ってるって多分いっぱい書かれると思います。したら大丈夫大丈夫、そういう攻撃を肥やしにして。まあですね、たくさん肥やしにしてきましたけどね。そう、肥やしだらけ。肥やしだらけです。いや、俺も俺も。そうですか、そうですか。そう。いやー、だけど最初にあの、まあ、今井さん通じて会った時にもうこういう方とは思ってなかったんですよ、印象が。よく言われないですか、ナイトヘッドとかね。よく言われる。螺旋とか見るとなんか梅津和夫さんの漫画に出てきそうな人が現れるんじゃないかと思ったら。よく言われる。やっぱりこんなつるんとしたなんか感じの。つるんとしたっていうのは初めて言われたよ。滑ってます、滑ってます。いや、つるんってね。ありがとうございます。いい、拾っちゃった。優しさ。優しさ、優しさですか。いや、だからで、でも初めて会った時はちょっとびっくりしたんです。あ、こういう方だったんだって。いや、俺もびっくりしたよ、お前が太ってて。ブクブクでしたからね。うん、あのキャラなのか。15キロは太ってましたよ。よくその体型であの戦争中の兵隊の役やったなと思って。そうなんですよ。特攻隊。特攻隊。特攻隊、まあ、ゼロ戦が遅くなっちゃうよ。まあ、いやあんなの普通コクピット入れないです、あんな太ってたら。っていうか、あそこの状態まで太っていられるやつって相当だよ。そうですか。そうかもしれませんね。あの、いや、昔にね。あ、昔。うん、現代じゃなくて。でね、ちょうど同時期にあの、東方の 大劇場でもそういうあの特攻隊で死にゆく儚い少年の役を演じたんですけど、うん、大不評でした。何なの太ってるやつは。だってそんなにあの物も食べれない時代にあんなやつはいないと。うん、まあね、そりゃそうだよね。そうなんですよ。でも今はちょっとすっきり、ね、捨てちゃったの、あのキャラを。いや、もう捨てましたね、新たな自分に。何がきっかけで。いや、ちょっと体がしんどくて。俺がお前質問してどうすんだよ。え、俺がお前ホストでお前がゲストみたいじゃないかよ。いや興味持って聞いたんですよ、でも僕の今の。いや、なんとなくただ繋いでるだけ。繋いでるだけ。繋いでるだけなんですね。お前が痩せようが太ってようがもう どっちだっていいよ、俺は。そうだ。こないだ会った時なんで痩せたんだって言ってたじゃないですか。それはお前のキャラはあの体型だよと。いや、俺はほら初めて会った時そうだったからさ。
あーなるほど。いやでも別にどっちだっていいよその捨てるような どうでもいい感いやどうでもいいとは思ってないけどどうでもいいと思ってないけどほぼあのどうでもいいと思ってますほぼいやどっちでもね違う話しよう違う話いきますかじゃあ違う話しようせっかくなんでねせっかくだからせっかくまだまだ時間たっぷりありますからね、うんやっぱりあ僕ねあの監督の作品はねギフトが好きなんですよあギフトね、うん、ギフトあのキムタクのあれ僕もちょっと恥ずかしながらシナリオ書いてますけどあの12本か3本の1本書くのも大変だけどあの1話完結を12、3本書くっていうのも大変じゃないですか、うん、でちょっとずつつなげてるじゃないですかそれでも、うんうん、だからあの作品大好きなんですよねあれはでもなんかなんだろうねもともと1話完結でそうそう俺最初は何の話にしようと思ったんだっけな、最初はとにかく木村拓哉がなんだっけロングバケーションで大ブレイクしたじゃない、うん、あのドラマが、はいはい、で恋愛ものじゃないやつでっていう話が来たわけなるほどで俺は木村拓哉役者としてすごい面白いと思ってたから、ね、ちょっと偉そうに聞こえたら嫌だけど、全然大丈夫ですあ、ね、それをやりたいと思ってで俺はあのその時に男の子がちゃんと見れるドラマ作りたいと思ったの。なるほど、うん、でなんでかっていうともうほらあの頃って恋愛全盛でまあそうですよねフジテレビ、うん、そう、それで俺何が好きじゃなかったかっていうと、ね、男がエロいとこ出すともう NG だったわけよ、うん、ああなるほどで男なんてさ、ね、もう特に若い時なんてそんなことしか考えてないよ。そうですね。でもそれ全部封印みたいなほらもうジャニーズとかもそうだけど、とにかくほら女の子にが好きになるキャラっていうのをさ、うんうん、演じなきゃいけないから、はい、もうほら虚勢された男みたいなやつしか連ドラって出てないからさ、虚勢された男ではないけれども、虚勢されてるよあれ。だってキスもできねえんだもん。まあまあまあそうですよね。で俺一番なんかさあの冗談だろって思ったのは、はい、なんか女の子がほら。突然男の子のうちにさ来ちゃったとか言って来て雨降ってたりしてそして来ちゃったって言うと CM になって、ええ、で CM 開けるともう朝になってんだよで夜何があったか何の説明もしないで何事もなかったようになんかさこう女の子が朝飯作ってたりして、ええ、俺あれがさふざけんなよとか思っててまあどう考えてもでも描写は描けないけど何かはありましたよねそういうシチュエーションなんかそういうのがすごくまあだから少女漫画好きな女の子はそういうの好きなのは分かるんだけど、もっとなんか俺らがガキの頃見てたみたいに、はいはい、ちゃんと男が男であるようなやつを作りたいと思ってたわけ、うん、なるほどね。そしたらその話が来たんで、あじゃあ俺あのやっぱ傷だらけの天使とかさみたいな話とか、あと俺はあのスパイ大作戦みたいの作りたかったの。あの全然違いますよ。全然違うんだけど。ほらスパイ大作戦一話完結で、なんかほらそうです、ね、ネタがあってどんでんがあってみたいな。そうですよね、ああいうのもさなかったのよ当時、うん、ドラマとして。そうかもしれない。だからなんか自分が見たガキの頃見た楽しいものみたいなのを今のテレビ見てる世代の人にも見てほしいと思って。はい。ですごいいろいろ考えて、うん、で、なんでその届け屋っていうのができたのかはちょっともう覚えてないんだけど、うん、でもあれちょっと神聖な設定ですよね。いまだにあれしかないからね。あでもその後ほら、ええ、トランスポーターっていうのがあって、トランスポーターあれがさ届ける話だったじゃんなるほど、これ何だろうってちょっと思ったよ。確かにそうですよね。そうそう、でも俺の方が早かった。早くやんないと大変なんだよ。あのなんていうの、映画評論家がすぐパクったって言うからさ。ああなるほど。当時どうや、そうですか。当時もう杉とピーコとかさあのいろんな有名人いろんな連中がいて、似てるとこあるとこっちが最初でも、みんな外国のやつパクったってギャーギャー騒いでたのよ。なるほど。今のとこあのカットしてもらったの。いやいやいや、カットしません。でもすごい嫌でそれが、うん、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。渋い。俺の見なくていいよ。
飲んでる1年ぐらいナイトヘッドの企画ねってたのよ、ええ、フジテレビで、ええ、やっとゴールデンでできるかもしれないって企画を出したら、企画書見て、ええ、ふざけるなと天下のフジテレビが超能力みたいな2人とも新しいやつにしようってオーディション始めた、はい、で豊川が来たわけよ、で豊川来てさ、まだほら劇団30丸での時だったから、まだそんなほらこうなってないからなんか今なってるみたいじゃないですか。もうめちゃこうなったよあいつは単純なやつだからあいつね単純な可愛いやつなのよ。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだフロンティア 363-133